ありがとう YouTube、本日結婚記念日を迎えた夢蔵でございます。おかげさまでございます。ではどうぞどうぞ。はい、完成でございます。本日の言葉は出会いは贈り物でございます。結婚記念日を迎えてるわけですが、当時ですね、借金まみれで何もなかったこの僕、この仕事も駆け出しの頃、そんな僕とですね一緒になってくれた妻がいてこそ今があるなと本当に思います。今振り返るとまさに贈り物だったなと、彼女との出会いは贈り物だったと思っております。のろけ話でした。